ございます。はい、業務が終了したんでこれからジムに行きます。今日はもう月曜日なんで、また腕から、腕と腹筋も少しやるかな、やっていきたいと思います。じゃ行ってきます。今帰っております。少し呼吸あっち、なんでプロテインを買ってないかっていうと、買ってるんですけど、アイハーブで買ったのに未だに届かないっていう、意外と時間かかるんですよね。なのでちょっとしばらくこれでごまかしながら、はい、じゃあこれから今から新宿に、うん、新宿だね、今から渋谷に飲みに行きます。だね、コロナで怖いんですけど、昔の戦友たちに会ってきます。はい、おはようございます。と言ってももう16時半、昨日在宅だったんですけど、昨日在宅が終わって飲みに行って、まさかね、緊急で招集がかかって急遽夜勤になるっていうハードスケジュールで、昨日そのまま夜勤行って、昨日帰ってきたのが8時半、そっから寝て今に至ります。はい、はい、ではこれからジムに行きたいと思います。最近時間がバラバラすぎるけど、これからジムに行きたいと思います。って言ってももう1時半、本当は昨日夜勤の予定だったんだけど、急遽夜勤がなくなり、やばいね、体が戻んなきゃ、そのまま今日起きたの12時になってました。今から活動していきたいと思う。今日は市役所行って、時間があったら整体行くかな、まあジムも行きます。で、動画の編集がすごい溜まってるので、ちょっとそれもやっちゃいたいと思います。頑張んなければいけないね、ちょっとグダグダしてるから最近ね。そういえば、やった届きました、ゴールドスタンダード。今日からゴールドスタンダードデビューしたいと思います。本日も頑張っていきましょう。はい、はい、今市役所行ってきました。まあ、簡単に言うと確定申告をまだしてなかったっていう、まあコロナの影響でね、こんな無理していかなくてもいいって話だったので、今行ってきました。これからジム行って整体に行きたいと思います。はい、じゃあ今から筋トレ行っていきます。今日は足の日。足なんですけど、今ちょっと腰を壊しているので、あんまり負荷をかけれないんですけど、今日も頑張りたいと思います。
まあでも最近痛みにだいぶなくなってきたからちょっとスクワットやってみようかなとは思うんですけど、まああんま無理せずにやっていきたいと思います。じゃあ行ってきます。さてオプチーデビューでーす。うまい。うまかった。はい、帰ってきました。やばいやばい、もう9時になっちまった。まだやることがあるんで、まだ寝れません。おはようございます。今日も頑張っていきたいと思います。はい、在宅ワーク終了です。これから筋トレに行きます。今日は肩、ちょっとでもおとといかおとといやった胸の筋肉痛がちょっとまだ抜けてないんで、あんま無理せず怪我しないでしないように筋トレしていきたいと思います。ではまた。雨がすごい。梅雨は怖いね。ちょっと帰りに食材の買い物をしてきました。体で良くないコーラ。牛ステーキ、まああんまり、まあ脂肪がちょっと多いけど、まあこの時期別に今大会ないんで、今体重目標値90キロ目指してるんで、これからこういうので体重増やしていこうかなって思ってます。なのでこれも後でカット。あとこれ、ね、お米が5キロ。毎日4合食べてるんで、米がすぐなくなる。ステーキでもどうかな。よいしょ。オプチ。トレーニング後はオプチ、僕は2杯ですね。
カット終了でーす。あとはもう牛肉。おはようございます。ジム行くよ、ジム。ね、休憩時間を使ってジムに行くっていう。あー、落ちちゃった。帰ってきました。急いでシャワー浴びてご飯食べます。はい、じゃあ業務終わったんでこれから美容室に行きたいと思います。もうめっちゃ短髪にしてくる。まあ帰り買い物できたら買い物もしてくれかな。行ってきます。帰ってきました。マジ危ねえ、クリニックギリギリでした。さてさて、8時か。勉強してご飯食って、ちょっと動画編集して寝る。 OK。 見栄え悪いけど、めんどくさいんで、もう長谷にえのお茶漬けと胸肉が 400g かなです。はい、完成でーす。たらことエビとキャベツのパスタですね。はい、4月10日金曜日、本日も終わりましたね。やっぱこのコロナっていう時代ですごいみんな家に引きこもりがちで退屈してんだろうなと思いますけど、ね、こんな時だからこそ新しいことを始めるチャンスだと思うので、なんか新しいことを始めたらと思っています。僕も今新しくいろいろ始めようと思って今日々勉強してますので、よかったら皆さんも新しいことを始めてみてください。ではまた来週。